い、ドクサキャラバン .com 岩佐です。今日はですね、こちらシャモニーからお送りしています。ですね、武藤さんです。よろしくお願いします。ね、ウタルトルモンブラン今週末に控えて、今日は月曜日ですけどね、チームピレキチのメンバーで、一通りましたけど、大勢でいらっしゃったところをちょっと捕まえてお話伺ってます。モンブラン初めてですかね。初めてですね、シャモニー、はい、ヨーロッパ時代初めてですね。あ、そうなんですか。はい、こうね、ここ独特のこうね、こうモンブランの風景と天気もいいですけれどですね、昨日ね、ちょっと着いた時は曇ってて全然見えなかったんですけど、はい、今朝起きたらね、すごい晴れて、いいですね。そうですねまあ、一方、じゃあ今週末のレースということに関して言うならば、まあ、武藤さんはですね、まあ、最近で言うと去年の、ね、ウルトラトレイルマウント富士で、ね、こう10位に優勝されて表彰台に上られてというのがすごく印象に残ってますし、まあ、そこから、ね、新越、その去年の新越の3位というようなところもあって、まあ、こう長いレースでのやっぱり強さっていうのがですね、日本のこのファンの間では定着してると思うんですけれどもいかがでしょう、このモンブランに向けてやっぱりかなり練習とかいろいろ対策とかこうなんか考えてやってこられたこととかなんかご紹介いただけたらと思うんですけど。今年はですね、ちょっとまあ、UTMF の時も調子が悪かったんですけども、はい、で結果まあ今年の UTMF はリタイアということで、でまあその後、まあ、練習は再開すぐできたんですけども、で、まあ、6月に一つちょっと、まあ、レースをちっちゃなレースを出て、でその後ちょっと故障しちゃいまして、結局長い練習が全くできてないんですね。6月の中旬からちょっと足痛めちゃって、それからもう7月いっぱいぐらいはほとんど練習できなかったので、だからその後ちょっと正直練習できてないんで、これといったお話できないんですけども、ただまあ走れない分、ちょっと8月入ってから、まあ南アルプスの方で3日間ほど、まあ1日10時間程度のトレッキングレベルですけど、トレランっていうのも本当トレッキングレベルですけど、まあなんとか長時間歩き続ける練習っていうのはちょっと、まあ高所でやってきたので、まあとりあえず高所順応と、まあ長時間の行動時間っていうのはちょっと少しはやってきたんですけども。そうすると、まあ故障はひとまず一応、まあ、ある程度治ったということで、完全ではないですが、まあ、なんとか走れる状態にはなったかなって感じですね。まあ、逆にね、長いこうね、このスポーツ、このね、トレランとかだと練習しすぎて壊れちゃってる人とかも多いと思いますから、そういう中でまあ懸命にね、こう抑えてこう今週末を迎えるなんとかレースになんとかレースをできる状態にはなったかなっていう感じはするんですけども。まあ、このモンブランのコース、この100マイルのコースは、まあ、やっぱり、UTMF とかもまあ綺麗ですけど、まあ、こうまた、ね、独特の風景があってっていうふうなこと、いろいろテレビとかニュースとか、DVD とかでもね、こういろいろ我々も見て、はい、ご覧になってると思いますけれども、なんか楽しみにしてることとか、このこうなんかこう場所とかシーンとか、こんな風景とか、なんかこう今あるいはそうですね、モンブランこの UTMB でですね、はい、なんかに臨むにあたって、なんか楽しみにしてこられたこととか、なんかあったりしますかね。そうですね、やっぱりこのまずこのでっかいモンブランっていう山の、ね、雄大な景色をやっぱ楽しみたいなというのと、あとやっぱ街に降りてきたときに、やっぱその街の方のね、沿道の声援とかがやっぱ日本よりもやっぱね、独特のものがあるって聞いてるので、やっぱその辺をね、少し地元の方との交流も楽しめたらいいなとは、思ってますので、ね、はい、最後にですけど、ズバリこう目標順位なのかタイムなのか、ちょっとありましたら伺ってもよろしいでしょうか。ちょっとまあちょっとね、順位を全く今回気にしないで走りたいなというのがあって、っていうのはまあやっぱ周りのね、ちょっと選手の力とかも全然わからないので、日本のレースだったら周り知った顔ばっかりなので、この人についていけばいいかなとかあるんですけど、それがわからないので、もうとにかく自分のペースを守って、まあでまあちょっと消極的ですけど、まあ、でもとりあえず30時間以内には帰っていきたいなと思ってますね。はい、そういうことですね。ね、こうね、まあ、日本のこう100マイルを走る選手の中でこう、ね、こう上から数えていれば武藤さんというのはやっぱりこう非常に期待の、ね、選手だと思いますので、ちょっと我々も日本でご覧になっている皆さんも期待していただければと思います。武藤直一郎さんでした。頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。監督、アドバイスください。
ほら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 、履歴史家ナオさんにアドバイス。どうしたらサオさんに強くなりますか？DTL はこっち側に。あ、ヨウソさん、サオさん、マイさん、履歴史家。